完全にそれ人間がやってる仕事を AI がやってる、全ての会社のスラックに AI 社員がみたいな未来がなるといいですね。はい、皆さんこんにちは。メルカリ CINO の浜田です。このチャンネルはメルカリの研究開発組織である R4D のチャンネルです。皆様に役立つ未来の技術の話を提供したいと思います。今回は R4D のメンバーでありまして、メルカリの雑務を担当してくれて、仕事が早くてですね、しかも文句を言わない社員が実はいてですね、そんな社員を紹介したいと思います。 AI 社員の久志くんです。よろしくお願いします。ということで、久志くんを開発してくれているハイエロちゃんに来ていただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは実際に久志に挨拶してもらいたいと思います。久志くんはですね、2020年の4月にメルカリグループに入社しましたと。実はですね、久志くんはスラック上にしか存在しなくてですね、社内のヘルプデスク業務に対して、AI によるサポートをするのが久志くんの役目ですね。で、印刷の仕方とか経費精算の仕方、翻訳もしてくれるんですよね。あとは誰が担当なのかっていうのも教えてくれたり、とにかく何でも社内で検索したいことがあったらまず久志くんに聞いてみようと。僕も日頃から久志くんをかなり使っています。ありがとうございます。久志くんは24時間我々の質問や依頼に対応してくれているので、欠かせない存在になっているのかなと思っています。久志を使って新入社員の方とかが、今このオンラインの状況下でなかなかオンボーディングが難しいという中で、久志に気軽に聞けることによって、ちょっとしたことをすぐに聞ける心強い存在になれているなと思っています。で、浜田さんから見て、久志のおかげで自身の仕事が変わってきてるなとかって実感することってありますか？そうですね、とにかく何でも聞けるっていうのは心強いなと思って、担当者が誰かわからないとかっていう問題も今まで少しずつ出てきたところから、その久志くんが代わりに聞いてくれるっていうのは非常にいいかなっていうのと、あえて例えば CINO って何してるのとかって久志くんに聞いてみたら、久志くんは当然答えたことがない質問だからわからないって言われるんだけど、僕がそこでこういう仕事してるんだよって教えることで彼が学習してくれるんで、僕も何やってるかを久志くんに聞いてねみたいなことを言えたりとかしてるので、自分の使い方としてもすごい便利だし、みんなすごい使ってくれてるのかななんて思ってますね。そうですね、結構チームによってはどんどん知識を覚えさせてくださってる方とかもいて、割といろんなチャンネルで久志働いてるなっていうのを見かけるようになりましたね。特にリーガルチームの方がすごい使ってくださっていて、その1日の中で来た10件ぐらいの問い合わせのうち6件ぐらい久志が対応してくださったこととかもあったみたいで、久志が活躍できる場っていうのがどんどん増えてきてるなっていうのは実感しています。でせっかくなので久志くんどれくらい業務やってるかちょっと見せてもらいましょうか。はい、今ちょっとオンラインの業務だとなかなか使うことは少なくなってしまうんですけど、メルカリがある六本木にお客様来るとき、リスト申請をする必要があるんですけど、今まではそれを六本木ヒルズのサイトに行ってそれぞれ予約番号を取ってってことが必要だったんですけど、それを久志がやってくれるようになっています。なので久志に、ゲストさんが来るための入館申請を依頼してみたいと思います。いや、これ実は僕もよく使うんですよ。これ便利な機能ですよね。入館管理番号ちょうだいって久しくにダメ元で言ってみたら使えたみたいな、そういうのは結構感動する。なんかその自分でもできるんだけど、いろんなサイトに行ったりとかしなくちゃいけない作業ってちょっとめんどくさいじゃないですか。それが全部スラック上で久しに丸投げできるって地味に楽ですよね。そうですよね。だから一人秘書がいるみたいな、そういう感覚を目指してね、作ってはいるんですよね。久志くんの行われる業務の幅っていうのも、これから伸びしろあると思うんですけども、
まあ、AI 社員ということで、まあ、こうどう社会と融合されていきますかね。そうですね、先ほど濱田さんもおっしゃっていたように一人につき一人のパーソナルアシスタントみたいな形になっていくのかなって思いますね。最近音声デバイスとか使う方すごい増えてるじゃないですか。お家の家電とかもそうですけど、そういうところで全てに共有しててずっと自分のサポートをしてくれる自分だけの AI のアシスタントみたいになっていくのかなって思っています。ちなみにいろんな機能あると思うんですけども、まあ、人気の機能とかってどんな感じなんですか？一番人気なのは翻訳機能ですね。ひさしの翻訳ってその英語とか日本語のドキュメントを投げてそれの全部翻訳をしてくれるってとこは前々からあったんですけど、スラックに投稿された文章に翻訳のスタンプを押すとそのスレッド内に翻訳した文章を入れてくれるっていう機能ができてからそれがすごい使われるようになってます。しかもあれ裏側 DeepL でしたっけ？そうなんですよ、 DeepL なんです。だから翻訳精度も高いんですよね。結構高いですよね。メルカリって本当にいろんな国の方がいて日本語も英語もどっちも飛び交っているので、スタンプを押すだけでどんどん翻訳されていくっていうのはコミュニケーションがスムーズになっていいなと思いました。あれですね、ドキュメントの翻訳も便利ですよね。 Google のスプレッドシートの URL を送ると英語版のスプレッドシートの URL が返ってくるとか、うん、あれもかなり使われてますもんね。かなり使われてますね。社内イベントとかはほとんど使われてるみたいです。ちなみに今後アップデート予定のなんか新しい機能とかってあるんですか？新しい機能だとスケジュール調整機能っていうのを今学習してる途中で、 2,3 人とかだったらそんな困んないと思うんですけど、例えば10人とかのスケジュールを来週どっかで1時間抑えなくちゃいけないとかってなると、なかなか Google カレンダー全部見たりとかって難しいなっていうのがあって、それをひさしにこのメンバーは絶対この人は任意で参加してほしくて、会議室はどのフロアで掘ってほしくて何時間で撮ってほしいってことをひさしに頼むと、みんなの都合がいい時間をサジェストしてくれて、その中から選ぶとその時間のカレンダーを抑えてくれるというスケジュール調整機能っていうものを今学習しているところです。例えばこう絶対スケジュール合わないことってあるじゃないですか。 Google カレンダーだったら、まあそのアキストスロットルがあればパッと出てくるっちゃ出てくるけども、こう今まで秘書業務ってそのどうしてもこう入れたい時その人にお願いしてこの時間空けてもらえませんかみたいな、そういうやり取りまではしてくれないですかね、さすがに。してくれるんですよ。おまじそのおっしゃる通り、結構カレンダーの使い方って割と皆さん自由で、ランチとかっていう予定を個人でいたり集中して作業したいからブロックとかって書いてる方とかいらっしゃるじゃないですか。そういうキーワードをピックアップしてきて、ここだったらもしかしたら調整できるかもしれませんよって提案をしてくれて、そこで調整したいって写真伝えると、私がその予定が入ってる人にここにこういう予定を入れようと思ってるんだけど大丈夫ですかって連絡を送ってくれて、その来た人は大丈夫です大丈夫じゃないですってボタンを選択することによって返事ができるというところまでできるようになっています。完全にそれ人間がやってる仕事を AI がやってる、うん、ちなみにその久しの機能って開発チームが基本的に作ってるって感じなんですか？他のチームも開発に参加することができるんですか？そうなんです、今までは私たちのチームの中でずっと行っていたんですけど、久しの機能を誰でも開発できるような仕組みを作って、去年の末頃にリリースしたので、ボットとかが触れる方であれば誰でも久しに機能を追加していくことができるようになっています。メルカリには毎日出社じゃなくなってるから交通費センサーがちょっと面倒くさいじゃないですか。それをコマンドを打つことによって記録していくっていうのがもともとメルカリのスラックの機能としてあったんですけど、それを久しに載せようっていうプロジェクトが動いていて、それは初めて私たちのチーム内ではない方が開発をするという状況で動き出しています。すごいな、プラットフォーマーですね。誰でも久しに機能を追加して誰でも久しに学習させることができるってところを目指しています。今何人ぐらい使ってるんですかね？今だと先月の MAU が300人ほどになってました。かなりリテンションも高くて、まあ一回使ったらね、きっとあのみんな辞めないですよね。そうですね、一度便利なのを知ってしまうとなかなか離れなくてますね。これね、本当はね外販とかもしていきたいねなんて話もいるぐらい結構いいものだなと思うんで、他の会社にもね勧めたいですよね。まあ、これご覧になってる方でちょっと気になる人がいれば、ね、あのたくさんお金くれればなって言ってよろしくお願いします。そうですね、なんか全ての会社のスラックに AI 社員がみたいな未来がなるといいですね。そろそろ時間ということなので、今日はハエルちゃんどうもありがとうございました。ありがとうございました、この動画がいいなと思ったら高評価とチャンネル登録ぜひお願いします。それではまた次回の動画でよろしくお願いします。ありがとうございます。